始まりました。ミズ&トーイに聞かせてチャンネル。さあ今日のゲストはですね、満を持して出ていただきましたよ。今日お呼びしたのには実は私意味があるんですけど、後でそれはご紹介したいと思います。今日のゲストはこの方です。はじめましてガブー、なぎさのですぶよろしくお願いします。なんでブーついとんねん。はい、なんでブーついとんのは、皆さんもうすうすわかってると思いますけど、あの役にちょっと近い感じだと思うんですけども、はい、その前に私、なおさん、実はなおさんの後輩になったということで、なおさんと同じ結局コーポレーションに所属させていただくことになりました。先輩よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんならね、一番最初に青鬼プロダクションってね、先輩後輩だったんですよね、一期。一番最初がね、最初の事務所がね、そうですよね。と結局また先輩後輩になれたので、あ、先輩って言いたいと思って、決まりかけた時に奈緒さんにはお声掛けせずに、もう決まりましたって話ができるようになったらと思って、ということで今日ね、奈緒さんに出ていただくことになったんですが、はい、なんならこのブー太郎も実は私ちょっとだけ縁がありまして、前任のマミさんがお腹が大きい時にちょっと代役やったことがありまして、ブー太郎の。あ、そうなんだ。で、なんならですね、私ブー太郎のオーディション受けまして、おお。でもこちらは代役やってるんで、もう絶対受かると勝手に思ってたら、うん、落ちたーってなって、なおさんだーってなったっていう、落ちた時にちょっと半月ぐらいやさぐれてました。こうちょっとこれ私いけそうだなっていう、こうありました、予感みたいな。ブー太郎は特にない。ああ、本当ですか。ブー太郎はその撮った時にではなくて、うん、ちょっと別事情で、うん、シャクル先生が前のブー太郎くんっていうのがもっと元気いっぱいってやんちゃな子だったんだけど、もしキャスティングが変わるのであればもっとお兄ちゃんっぽい子にしてほしいって言われたんだって。妹がいるってことの方がメインだっていう、話をさくら先生にされた方がいて、私が私の娘と遊んでる様を見て親子に見えず、まるで兄弟のように見えたらしく。なるほど。じゃあもうイメージがあったんですね、きっとね。そう、それでオーディション受けませんかって言われたの。そうでしたか。いや、娘連れてどこなと行くもんだね。じゃあ娘さんのおかげもちょっとありますね、ブー太郎ね。もうあの子があの子の食いぶちを稼いだのかなと思った私だから、うん、で娘さんといえば、まあ、言っていいんですよね、ね、沖合ゆう太郎さんとの娘さんじゃないですか。なんならもう声優業界のサラブレッドってですもんね、娘さんね。でも声優では全然ないんだけど、うん、ただうちの娘ね、あのよかったら検索してみるといいんだけど、うん、美人だよ。で今は俳優さんやってらっしゃるんでしたっけ。そうそう、うんうん、ちょっと事務所に入って勉強中な感じだけど、うんうん、ツイッターとかいますもんね。うん、いろいろ、うん、いろいろやってるんで、ツイッターとかチェックしてあげてくれたらいいかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、じゃあちょっとあと役の話もうちょっとだけ聞きたくて、お邪魔女ドレミのマジョリカ。そう、ね、あれなんか去年ね、映画とかあってすごい評判良くて、賞とかもいっぱい取ったの、うんうん、お邪魔女を見て育った子たちが子供の時に夢を見る力を大人になって失ってたことを思い出すお話だと思ってくれると、うんうん、自分のことのように見る人が多いみたいで、うん、そう、今日たまたま来れなかったそのもう一人の MC のトーイ君がもう本当にお邪魔女ドレミ良かったんで、もうぜひ話聞いておいてくださいって。でも長いことこうずっとやってた役がまた久しぶりに出るっていうのもまた嬉しいもんですよね。あ、でもね、ちょいちょい CD ドラマとか実はあったりもするし、小説とかもずっと続いてて、あんまり終わっとか終わってしばらく経ってない気持ちでもなくいるかな。ただ本当はそのおじゃまじゃ始まった時に私まだ20代だったんで、今50なんでやっちゃった、全然見えない。そう、収録の時にねすごく気をつけることがあって、20代の私は精一杯こう、マジョリカっておじゃまじゅたちの師匠のおばあさんだから重々しく演じようって思ってたんだけど、うん、今やると重々しくやるともっとおどろどろしくできちゃうから当時の20代の私は精一杯、うん、精一杯のおどろおどろしさであのぐらいだったんだけど、うん、今の私が精一杯それをやると、うん、怖すぎるんでってなっちゃうから可愛くやろうとしてる。で、そこでちょうどいい感じに見せるんですね。へぇ、でも20代と50代は話がすげえ違うよって。30年、すごいですね。やっぱり大事ですね、そういうね。まあ、なんならブー太郎も長いことやってますもんね。だからブー太郎も多分私が一番長いよね。ありがたいね。長いんですよ。忍たま乱太郎とかもすごい長い。私長いの多いの。年に一遍ぐらいしか出てこないけど、例えばアンパンマンとかもそうだし。アンパンマン何でしたっけ。太巻くんとちびマリンっていう潜水艦と、忍たま乱太郎だって忍たま側じゃないし、ドクたまって方だし。一番顔の長いブサイクな子が私かなと思ってくれれば。あと
とあれですか、なんかモンハンの、ああ、3DS だけ仮面族っていうのが出てきて、仮面かぶるだけでいろんな力が発揮できる主人公たちが連れて歩けるものなんだけど、2体だけいて。じゃあ誰、ナオさんと誰が出てるんですか？コオロギサトミさん。ああ、なるほど。低めトンと高めトンの2人が。いや、それがね、仮面族って実はめっちゃ喋るけど、日本語一言も喋んないんだよ。それで、ね、その収録してるスタジオで、そのミキサーさんにゲーム作ってる側のスタッフさんが、こんなに喋るのはさすがに声優さんじゃないとお願いしにくいかなと思うんですけど、日本語じゃないのでそれできる人っていませんかって言ったら、その二人の名前が出てきたんで、ミキサーさんありがとう、ミキサーさん神、ミキサーさんがあの人たちなら日本語一つもなくてもずっと喋れますって言ったみたい。なんか CM がテレビで流れた時に、あのそのカヤンバが喋ってるシーンが流れて、あれなんかすごい嬉しかった、私が勝手に作った言葉なのにと思ってそうですよね、そういうことなんだね、台本があったわけじゃないってことですもんね。一応ねガイドみたいな台本があるんだけど、どうするかは私次第なので、うん、あとガイドみたいな台本で全てが表現されているわけじゃないから、うん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 、似てるような感じの方向の何かを喋ってるみたいな何かをすごい自由、自由ですわ。ちょっと旦那さんの話も私は今日はすごく聞きたいなと思ってまして、はい、旦那さんただのサラリーマンです、ね、でもほら一番最初に私がアーミープロダクションで会った時とか、あの辺の時はそれこそ沖谷さんと結婚されたじゃないですか、うん、そうですね、前の旦那さんが ねそうですよね。で気がついたらあんまりお会いしてない頃に、あ離婚されたんだ、あれ結婚してるみたいな感じだったから共通点はねイケメンなことぐらいかなと思ってる。私ねもうずっと言うんだけど、私面食いなんですって確かにイケメン同士ですね。そう今沖谷さんとも今普通にお友達ですもんね別に。あさっき言ったね忍たま乱太郎ってレギュラーが一緒なの、そのドクタマの先生が魔界の浩二先生っていうのが、うん、あのそうなので、じゃレギュラー一緒ってことで別にもうずっと喧嘩バチバチはできないと思うし、なんなら全然そんなことないよ、ね、たまに怒られるかな。なんで怒られるんですか。多分ほら、うん、常識が違うってあるじゃん価値観の違いとかでお前どうなったのみたいに怒られちゃう。でもそういうの言えるっていいことだなと思って、うんうん、やっぱりこう一緒に生活は違ったよねっていうことで、そう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 、ね、でも別に人として嫌いってわけじゃない、チームなんならね友達だよっていう関係設定して、うん、なんかちゃんと指摘してくれるっていうのは、うん、あのほら嫌いな子に指摘しないじゃん、もう触れたくないから、うん、ありがたいことです。どうしてそのもう一人の次のイケメンと知り合ったんですかそうこれね、仕事でとか言われるけど、サラリーマンと仕事でなかなか会わなくない、うん、会ってんだけど、よく考えたらスタジオでクライアントさんとか来たらその方々はサラリーマンなので、うん、でもさスタジオでナンパするとかってありえないから落ちないですよね、落ちないさ、うん、しかも相手は偉い人って思ってるから、うん、そうそう全然だから違うとこで、お笑いライブで、え私お笑いライブ行くんだけど、彼もお笑いライブに来てたお客さんだと。じゃお客さん同士だったってことですか。そうそう、お客さん同士だった。でもそんな知り合いないですよ、お客さん同士。主催の人が知り合いで、どっちも。なるほど。打ち上げ行くけど来るなおちゃんって言われて、あ行きます行きますって言って、で行ったらそこに彼もいたの。でもねそこでは恋に落ちてないんで、私知り合ったきっかけがそこだったんですね。そこだっただけ。そこで近くに座って、うん、隣に座ってたんだよ。さらにその隣に若い綺麗な子が座ってて、もうそこと二人ってずっと喋ってるんだよ。あれそうそう、だから全然私喋ってなくて、うん、グラス空いてますけどおかわりどうですかって普通に言ったら、あのいや僕はって言われた、うん、何言ってんねこの人したら、お家が遠かったらしくて、うんうんうん、あのちゃんとしてる人なんだよ。終電逃しずっと飲んじゃったりとかぐだぐだしたりとか全然しない人で、僕ちょっとそろそろ時間なんでって、失礼しますね先にって言ってすっと先に抜けたのね。でその時にあの今回お話全然できなかったんでよかったらって言って名刺を渡されたの。今度お食事でもって言って、はい喜んでって言って、あ私名刺持ち歩かないで今度いたずらメールでもしますねとか言って、これ私建設で言うんだけど、いつものやつを返したわけですね。そうで、うん、終わったのね、うん、でこれ二度と私連絡しないんだよねあれ全然恋が発展しないな、どこから発展するんだ放置してたの。あでも飯捨てたりはしてないんだけど、あでも別に興味ないって感じで、ある時あブログやってたんだけど、はい、その時もブログのコメント欄に、あの時飯渡したものですけど飯なくしちゃったのかなって書き込みされたの。プライベートのコメントここに書くってやばいやばい、この人やばい人だと思って慌てて飯探して、で連絡したの、すいません私うっかりしててって言って、あの時約束したお食事に
きましょうってメールがすごく返ってきて、あそうですねって言って、うん、で社交辞令的に終わると思うじゃん、はい、何日がいいですかってマジかこの人と思って、うん、私でも印象としては飲み会の時に若い女とずっと喋ってただけの人なんでなしなんだで約束したんだけどやっぱりもう気が乗らなくて、あの前日ぐらいにドッタキャンしたのすいません急にって全然声が進まないよ、なんか今後付き合う人とかじゃない前提だから思ったのに、ね、気にしてよみたいな、うん、すいません急にお仕事で行けなくなりましたみたいな、じゃあ後日ってだって本当に1週間くらいしたら連絡が来てどうですか落ち着きましたかってまた丁寧なマジかこの人諦めはリーだと思ってしょうがないからもう一回約束して今度はもうなしだってことが分かりやすいようにと思って当日にドタキャンしたんだよ。え待って2回もドタキャンしたんですか。そう当日に今度はもう具合が悪くなったんでとでもないなって分かるじゃん2回もって思ったら1週間くらいしたらまた連絡が来て、うん、体具合良くなりましたか大丈夫ですかって大体ね当日ドタキャンした時もねすぐ電話かかってきて気にしないでって連絡してたのいい人すごいこれ、はい、もしかしていい人かもしれないってなるじゃん、うん、はい、まあ、あの1週間後連絡あった時にまた分かりましたもう今度は行こうと思って、はい、約束したんだけどもう気がないことが分かるようにしようと思って待ち合わせ場所をね思い出浴場の飲み屋にしたんだよねコーヒーじゃなくてビール飲みながら待ってるみたいな、そしたら彼はね、うん、車で来たの。あら。で、私がそばで一杯飲んだりするのすごい好きだったのね、うん、で、それをちゃんとリサーチして夜景の綺麗ないい蕎麦屋に日本酒と蕎麦のいいところに車で連れてってくれて、足が悪いから車で来てくれた。だから自分は一滴も飲まずにでも飲ませてあげるつもりでちゃんとエスコートしてくれたんですね。すげえいい人だったなっていう。めちゃめちゃいい人ですねそこからそれでもうそのなんかこう態度を見てあすごいなんだあのこれはチャラチャラした人じゃなかった。ちょっと私旦那さんに聞きたいけどそっから声だけでいいんですけど、それはその何度も誘ったってことは好きだったんですかって、うん、うんうんって言ってる約束を守ろうとしただけって言ってる本当にご飯に行こうって思ったってことだ。そうだって言い張ってる。でもねって思うけどね。でもねじゃないの本当は。まあでもこうやって結果良ければ全て良しですよね。うん。いやじゃああのもしよかったらこの後宣伝というか今のね奈緒さんの活動をまたじゃ最後に聞かせていただきたいと思うんですけど、紙芝居の活動結構長いことやってらっしゃいますね。そうなのもうね、うん、やっぱね10年以上ずっと退院に。合同銀行さんっていう銀行さんがあって、で学校に紹介してくれて小学校を回ってたの。今このところなんだからできないけど、居酒屋さんとか飲み屋さんとかでもあの人集められる場所でどこでもやってたのね。コロナがね落ち着いたらやろうと思うんで、そしたら皆さんも来ていただけたらと思いますが、うん、告知はほぼほぼツイッターでしかやらないので概要欄に貼ってもらうのでツイッターをフォローしてほしいなと。よろしくお願いします。あとあれですよね、天猫の、あね、ついこの間天水木の猫っていうのをやったんですけど、うん、舞台をもう終わってんじゃん舞台と思うけど DVD とかなら買えるのでよかったらトトロ歌ってるラピュタ歌ってる犬やずみさんが出てます。じゃあそれもちょっと下の概要欄とかにも貼ってもらうので、あれですよね、感想は天猫2021で検索すると感想も、うん、ツイッターで感想もね、DVD 見た方の感想も出てきます。出てくるんですよね。あ、そうなので、ついでに言うとその天猫をやった時から今の私、体重5キロ減ったの。すごっていうか、なんかどんどん痩せられてますよね。ありがとう。この何年かでどんどん。DVD を買わないと確認できない、うん、5キロ痩せたこと。じゃあぜひ買うように。どんな売り方よ。わかりました。ぜひぜひ、じゃあ皆さん買ってね。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあね、この動画面白かったと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そしてコメントもお待ちしております。はい、今日のゲストは長澤奈緒さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。